はい、こんにちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はここに来ております。金沢文庫駅に来ております。今日めちゃくちゃ暖かいです。12度ぐらいあるみたいですね。昨日よりプラス7度というニュースをちょっと今日見てきまして、この黄色のトレーナー着てきましたね。気分はちょっとね、爽やかにいきたいなと。ちょっと今日体調があまりよろしくないんですけど、カメラの前ではニコニコ元ちゃんでやらせていただきます。金沢文庫今ここなんですけど、もう海沿いですよね。八景島がもうすぐ目と鼻の先にあります。こっちに行くと八景島シーパラダイス、ここにありますよね。この後もともとJ リーグですね、プロのサッカー選手として、キャリアを終えた方が今、セカンドキャリアでジムを経営されているということで伺いまして、いろいろとお話をお伺いしたいと思います。それではレッツゴー。僕が幼い頃からの一番の夢であった、僕は実は皆様もサッカーをやってたっていうのはご存知だと思うんですけども、一番なりたかったのがもうサッカー選手。サッカー選手になるためだけに18歳までは生きてきました。でこちらにいらっしゃるのが元プロサッカー選手 J リーガーの翔太さんでございます。よろしくお願いします。初めまして。すみません、お忙しいね。ご時間いただきました。翔太さんに関しては、もともとその J リーガーでやられてて、どのくらい、高校卒業してから7年ぐらいですか。7年ぐらいですね、はい、一番最初は大宮アルディージャ。大宮アルディージャです。これも埼玉県の、大宮市にあるオレンジ軍団です。そうですね、はい、大宮アルディージャです。僕も小学校の頃は大宮アルディージャのスクールに通っていまして、一番憧れの目で見させていただいたのがやっぱりそのプロサッカー選手でありますので、でその後に柏レイソルですね。で最後は湘南ベルマーレ。湘南ベルマーレ在籍をされていたプロサッカー選手でございます。今でこそ僕の夢ってそのフィジークの IFBB プロになるっていうのが今年中の目標なんですけども、やっぱりサッカー選手国内で多分翔太さんの時代でプロになるっていうのは多分相当、これ本当に一握りの中のまた一握りですからね。そうですよ。まあ実際はそうです。そうですよね。まあ僕は二流でしたけど。いやもう本当に当時アルディージャ当時って何年？当時は J2 だったんですね。J2 で2年目の時に J1 に上がって、そこからもうずっとアルディージャは。そうですね、直接受けるのは、そうですよね、ずっとこう、意外とこう、買い争いをしてる時もあったんですけど、結局、残留するっていうのがずっとありましたよね、はいはい、僕の友人である渡部大輔選手っていうのも、同い年で所沢出身なんですけど、彼もアルディージャで、プレーなんかもしたりして、一番入りたかったのが僕、アルディージャです、はい、実は。実はアルティジャって今でも一番応援してるのはアルティジャ。そうです。埼玉やっぱ浦和がね、そうですね、レッツがやっぱり皆さん盛り上がってると思うんですけど、やっぱりでも僕はアルティジャだなと思います。ありがたいですね。僕も今関係そこまで関係ないんでね、あんまりやるで。翔太さんは、高校時代が東光学園。東光学園です、はい、皆さん東光学園って知ってますか？神奈川県にある高校なんですけども、一番有名な選手でいうと、やっぱり中村俊輔選手が、はい、東光学園でプレーしてました。中村選手は、6校ぐらい多いですかね。じゃあ、かぶってないです。かぶってないです。何回かお会いしたことがある程度ですね。高校で僕らもよく試合したことあるんですけども、当時も黒の、真っ黒い土のグラウンドで、
あれもう本当になんかコンクリートぐらいの硬さでした。カチカチですね。カチカチ。めちゃくちゃカチカチでした。あんなかで俊介選手もフリーリーグのなんか映像伝説はあのいろいろ残ってますね。練習してた。はい。残って練習してた。一番あのプロのサッカー選手を聞きしたかったのが、プロに声かかるわけじゃないですか。はい。それってどのタイミングで？僕は夏ですかね。夏の夏にまずなんか監督と進路相談みたいなのがあって、なるほど。で僕は当時行けると思ってなかったんで、はい、あの大学ので家のお金もなかったんで、はいはい、都会生で行けるところはどこですかっていう。その面接の時にして、当時その駒沢とか東洋とかですけど、でその話の流れでアルディジャから練習参加の話があって、ああなるほど、どう行ってみるかみたいな、もちろん行きますって で行ったんですね。で僕も練習参加の気持ち行ったんですけど、行ったらなんか来年よろしくねみたいな話でスパイクとかも何個ももらって、俺の方でそうです入れるんじゃないかなみたいな。でもそれは多分その前のインターハイですね。インターハイ、そうですね。インターハイとか、あとは当時のスーパーリーグ、あなるほど、プレミアリーグですけど、その前身の試合ですね。それでマスカラ投手が他の選手見に行ってたと思うんですよね。その僕はやっぱ有名な選手じゃなかったんで、あのでも同学年にはアンダーの代表とか1個より落としたも必ず 2,3 人に対したんですけど、僕はそういうの入れなかったんで、あの他の選手に行った時にたまたま調子が良かったと。いやそれもね、これたまたま調子が良かったのって言ってるんですけど、普段できないことって多分その時に絶対できないと思うんですよね。でそういう時に限ってこそ絶対できないと思うんで、これ J リーガーになるってやっぱ僕すごく運も強くなければ絶対なれないと思うんですけど、かなり運がいいとは思ってますよね。それも絶対の実力のうちだと思うんで、やっぱり僕らなんかもうインターハイも行けなかった、あの選手権も出れなかったで、当時のゴールキーパーやってたやつが大学、東京国際大学行って、そっからザスパクサツ行って、モンテディア山形行って今湘南ベルマリ、ベルマリですけど、はい、この間なんか優勝しました、ベンベンチクだった第2ゴールキーパー、あーじゃあ一応同期でいたんですね。いるんですよ。で、多分もう一人1個上の大会に出てた人間もアルディジャとかから声かかるんですけど、J1 でも行かなくて正解しますでも今後悔してます。あ、そうですかね。やっぱり厳しいですからね。そうですよね。サッカー選手もやっぱり今でこそ結構サッカーもすごい盛り上がっていますけど、やっぱり当時それだけじゃご飯も食べれない選手って、ね、もうかなり夢持って入ったんですけど、やっぱ僕らのところってやっぱカズさんとか、はい、前園さんとか、やっぱ中川圭人さんとか、はい、こうイメージしてこう華やかな世界をイメージして入ってたんですけど、はいはい、かなり厳しいですね。所得が、所得がですね。これはやっぱ現実ね、YouTube 見てる人も、はい、もしかしたら夢壊すかもしれないですけど、分かったかもしれない。確かにそうですね。一見華やかな世界で見て、やっぱりそうやってテレビだったり、日本代表クラスの選手っていうのは、またその中の好きな人に。そこまで行かないとダメじゃないですか、まあ、裾の広さに対して価値が低い、なるほど、競技なん で、ね、あんま子供には、僕は自分の子供にはあんまやらせない。あ、そうっすか、裾野は広すぎますね。なるほど、はい、そうですよ、はい、でもまあそんな翔太さんも今は MF クラブさんの、代表をやられてる。これ今2店舗目なんですね。2店舗目です、はい、もともとその引退をされたのが25歳、そっからこの、店舗を作るまでの経緯を簡単に、としてまずまあ引退して、まあ、やることになります、はい、で、まあ、仕事としてサッカーに関わりたいなと最初学生と思ったので、はい、まあ、その意味でトレーナーは結構いいんじゃないかなと思って、最初の女性福祉の学校に、はいはいはい、はい、ね、要はサッカー選手のそのコンディショニングだったり、そうですね、っていうところ現場っていうイメージで最初は始めました、はい、で、まあ資格、その時は3年間は接骨院で資
下積みしながら、あ、そうなんですか、学校に通って、全日されてから、そうですね、時給800円で、それで実際どうなんですか、やっぱりそのサッカー選手としてプロとしてやっぱりこう今まで扱われてて難しいと思うんですけど、多分ギリギリ最初の頃はまだちょっとなんとなくチヤホヤされる、あ、なるほど、一応そういうとこでやってたんだよね、はいはいはい、っていうところになるんですけど、今の方が全然忘れ去られてますね。あ、そうっすか、はい、でもそれでいいですけどね、はいはい、でも今多分そのプロサッカー選手を、やってたという時とよりかは、その経営者としてやられてると思うので、はい、それはそれで、そうですね、今ぐらいの感覚でやりたかったですね。なるほど、生活が、あ、やっぱそうですね、何も知らなかった、分かった、はい、で、3年間学校行きながら、学校行きながら接骨院働いて、で、接骨院4年間行ったんですけど、はい、学校卒業して、その後の1年はあの湘南ベルマーレのアカデミーのトレーナー、中学生、高校生のトレーナーの1年間やりまして、で、1年間終わったら30になる年だったんで、30歳の誕生日に岬に1店舗目を、そう、1店舗目が岬口店になるんですかね。メイククラブさんの岬口店が、まさしく神々の音をするよ、いただきます、すいません、岬口店というか、岬口からまたバスで下町まで、岬の方です、岬港、はい、あそこに、はい、そうですよね、あの辺も海沿いというか海沿いですね、はい、海沿いですね、で、それが30歳の時です、30歳の時です、現職さん今34歳で、今年5の年です、あ、じゃあ4年前にオープンされて、で、今撮影をさせていただいているのが、2店舗目になる金沢文庫店となります。でこれ駅から、僕も最初金沢文庫でお聞きして、まあ駅からちょっと歩くのかなと思ってたんですけど、もう2歩でここでしたまあ本当近いです、近いですよね。これがいつオープンするんですか。これは去年1年前です。去年1年前で2店舗目をオープンされて、だこのやっぱりサッカー選手としてのキャリアを終えられて、でその後に飲食店やられたり、いろんな選手がいるじゃないですか、野球選手とかもそうなんですけども、やっぱりこうやって実際トレーニングジムだけではなくて一緒に併設されてるのが接骨院、接骨院がこれあるんで、で僕初めてだったんですよね、こう接骨院とトレーニングジムが併設されてる、まあ、店舗を見たっていうのが、これ珍しいですよね。そうですね、最近はちょっとずつ増えてきてるかもしれない、うん、4年前とかってやっぱそこもなかったんで、そうですよね、はい、だから僕なんかもあのパーソナルトレーナーとして活動させていただいてるんですけど、やっぱりその年齢がお客さんの上がるにつれて、どこ痛いとかどこ痛いとか、あとは体の癖、どこが硬いことでなんかスクワットの姿勢が悪くなったりっていうのもあったんで、まあ、将来やっぱり僕ジェントフィットネスとしてもやっぱりジム経営っていうのをしていきたいので、そこでやっぱりただの、まあ、トレーニングジムだけではなくて、やっぱこの M100 クラブさんのようなスタイルで、ありがたいです、骨に何らかの柔道整復師なんかもうあの彼がカメラマンとの彼が持ってるんで、その辺のちょっとノウハウを詰め込んだジムを作りたいなと思って、ぜひ参考にしていただけたら、そうなんていうことのいろいろお話を聞きたくてお伺いさせていただいたのもすごくいい機会になりました。翔太さんに関してはもともとやっぱりアスリート、もうトップのプロ選手としてやってこられたというところで、まあ、今こういった例えば接骨院とあのジムを併設されている、その意図というか、まあ意図、まあ、まあ僕は修正し込んだっていうのももちろんあるんですけど、はい、その後まあトレーニング始めて、はい、でトレーニングもやっぱ自分が好きだったんで、はい、で仕事としてはやっぱり好きなことを仕事にしたいっていう、ずっとそれで生きてきたので、じゃあトレーニングの方も仕事にしてしまおうっていうのがきっかけというか、そうですね、これまたお客様もそうで、やっぱ僕その都内で今エニタイムっていうところで活動させていただいてるんですけども、やっぱり結構若い子の方が多いのかなっていう印象はあるんですが、実際は結構高齢な方もやっぱ多いかなと、まあ、整骨院が併設してるからっていうのもあるんですけど、
の需要としてはあのその辺の年代の方もかなりあるんじゃないかなっていう、あの実際やってみてですけど感覚はありますね。パーソナルとかもやっぱりシニアの方かなり多いですね。なるほど、はい、やっぱ一つ思うんですけど、やっぱその接骨院、だけ単体であるとするじゃないですか、はい、で行かれますよね、で治療します。でそういう人たちって接骨院だけしかない施設であったらトレーニングに触れることって多分ほぼないと思うんですね。ただやっぱりこう同じ空間の中にトレーニングジムがあるっていうことはそのきっかけを作れると思う。そうですね。それって今までトレーニングに触れてきてない人をトレーニングに触れさす一番のなんかもうやっぱ僕としてはもっともっと日本中がフィットネストレーニングをしてる人っていうのが増えてほしいので、そういった意味では本当にちょっとすごいなって、これすごいきっかけを作ってるなって思うので、そこはもう本当になんかすごい気がするし僕としてもあのやっぱフィットネスが広げたいっていう思いもあるんで、はい、あの接骨に来る人は結構やっぱ体のことそこでちょっと興味あったりするので、接骨院だけで良くするっていうのはやっぱ結構限界がある。そのまた周りの筋肉を鍛えたりとかっていうのがやっぱ総合的な治療っていうのがこの姿だと思うんで、治療してトレーニングして弱い部分を強化する、こういった形がねもっともっと日本中に広まれば日本ってもっと健康的な国になるんじゃないかなって強く、はい、今日改めて感じました。まあ、前半はこんな感じで、後半は鳥羽翔太さん、もともとサッカー選手ということだったんで、リフティングなんかをしていただきながら、あとはそのチャンネルご視聴していただいている方、でもやっぱりアスリートの方っていっぱいいると思うんで、そういった方たち向けに僕がいつもやってるトレーニングとはまたちょっと違うトレーニングというのをご指導いただければなと思いますので、お楽しみにしててください。翔太さん、ありがとうございます。